いのうち TV 始まりました。ピースの角度は自分の首のうちです。そして、はい、少数の指先からですよ、もう一個です、はい、今日は、はい、今日も共演 NG、 はい、共演 NG、はい、第2話です。共演 NG は、はい、テレビ東京月曜夜22時からのドラマでございます。あの中ではテレビ東洋ですか、ね、そうなんですよね。そうそう、殺したいほど愛してるね、頃合いなんですよ。そうなんですよ、頃合いなんです。恋あた知ってる？恋あたって知ってる？何ですかそれ。この恋温めますか、ね、知らない。あ、あれ面白そうですよね。あれでも俺ね、はい、毎回泣いてる。あれもパラビなんですよね。そうなん、それ見たいの。それ見たいの。見ようとしてる。そう、だからなんか訳し方でなんか売れるって決まりそうだね。あるかもね、恋粒とかね、ありましたね。さあ2話目ですが、はい、中井貴一と鈴木京子さんのキスシーンありましたね。ねえ、ちょっと長い。あのキスシーンの時にさ、あの鈴木京子目すっごい見開いてたじゃん。あれはどうすんの？あれどうすんのって、そういう、はい、そのままテレビ、それともあそこはちょっと後ろなの、なんかちょっと驚きすぎてない、そうあのあのなんて言うんでしょう、本性というかね、いろんなことが出ちゃってるとか、それがうまいですよね、やっぱね。そう、ね、そう、うまさで言うとね、本当に嫌になっちゃう、ちょっと嫌になっちゃう人たちばっかりですね。あれはね、嫌になるわ、ね、でもその後ちゃんとさ、こう目つぶってたちゃんとちゃんと、でもさ、そうね、あの子カットなんだろうな、映像的にはね、どうなるか、うん、そう、ちょっとそこも見たい。そうそう、これね、ドラマの中でドラマを撮影しているというね、話なので、女優さんと俳優さんのね、話なんでね、こういうことが起きてますけども、堀部さんと階段のシーンがあれ2話で、階段でさ、ニューヨークどうだった？あ、はいはい、ね、ね、あのシーンとかもさ、うんうん、ちょっとピリピリするぐらいうまいよね。そうね、ピリピリしちゃう。でこの役の中のさ、中井貴一はさ、はい、あの松田優作さん憧れじゃない？ね、俺なんかあれヒヤヒヤしたね、でも、すごい憧れてんな、わかるけど。なんかでもすごいですよね、リアルというか、里見浩太郎さんの役で勝さんなんかと撮影した時さとか、あれとかってもしかして里見さんの本当の話も入ってんのみたいな、すごく気に入りじゃないですか。だってその作り話あんまりしちゃうとまずいじゃないですか。昔はそうやってどんちゃん詐欺揉めてもどんちゃん詐欺したんだよなんていうね、まあ多分ご馳走していただいたといい話なんですけどね、あれはね、すごいなと思って。こんなことあります？今までね、社運かけすぎですよね、ちょっと面白い、テレビ東洋ね、だからこれでさ、そうそう、どんどんさ、うん、その共演 NG 出てきててさ、うんうん、その鈴木京香さんとさ、米倉さんは NG らしい。それで、すごい、テレパシーかな、私、これシリーズ化したら面白いなと思ってて、次のキャスティングとは米倉さんだと思ってたの、のもうちょっとでも5年後ぐらい、で、また違うタッグを組んで、例えばこっちが長谷川博己さんとか、なんかにして、例えばやるとか、それ、すごいね。なんか、それで共演NGシリーズみたいな、まあ、テレ東なので、やるかと。そうなんですよ。でまたね、あのサイドストーリーの方ちょっとまたやろうとは思ってるんですけど、その中でもうちで当たったの3匹のおっさんのあれぐらいですからねとか、そういうかなり自虐ネタが入ってて、やっぱりすごいんだ3匹のおっさんと思いましたし、そういったシリーズ化は結構できますよね。あとね、その鈴木京香さんと NG、はい、深津絵里さんも NG らしいの、だから多分これ作ってる最中に、三谷幸喜は気づいた、あ、三谷幸喜じゃない、秋元さんは気づいたっぽいの。あんなに三谷作品どっちも出てるのに、一緒に出てるの一個もないんだって。で、多分この今回ので結構本当に気づいたのが結構多いみたいな。そことそこみたいな。そうそう。で、それはあの堤さんと両方付き合ってたからみたいなのがあるらしい。そうなんですか。ね、まあだって我々噂ですからね。噂、まあまあまあね、全て噂で話してるんで。まあ、私はさっきしれっと長谷川博己さんって出しましたけど。そうそう、あれはちょっとすごいと思ったんですよ。ドキドキ。
いやでもね、ちょっと自分のチャンネルでも話そうと思ってたことがあってね、うんうん、今ほらね、そこまでして這い上がらないといけない時代に来たから、はい、そうですよ、そろそろうちらの逮捕っていうのあるよ。ちょっと待って、逮捕でもされて上がっていかないとダメっていう。そうじゃなくても私いろいろ動画引っかかってますからね。ねえ、なんでか危険ですよ、なんだろうっていうのが。萌子チャンネルついにオリジナル曲で引っかかったよ、引っかかっております。今面白い。2回でもあったんですよ、著作権侵害ってね、オリジナル曲なんですけどね。なんかさ似てる曲があるんじゃないですか、不具合のさ、はい、なんか iPhone に当たっちゃったみたいな、そういう感じでね、買ったのにね、なんかね、買ったばっかでね、壊れやすいみたいなね、なんかそれ、女子さんでこれでちょっと YouTube の人見てたら、はい、ちょっと萌子チャンネルなんとかしてください、なんとかしてください、毎日のようになんかこうメールが来てるんですよ、かわいそすぎる、ね、僕ら頑張ってるんだそれで、あとは、はい、2話だとするとさ、もう一番最後強烈じゃなかった、1話か、あれ1話だ、うん、ちょっと、ね、ちょっと言い忘れ、1話の最後さ、はい、あの山口さやかもうすごくなかった、そうですよ、そうだよね、また好きな、ね、そうそうそう話、あでも 2話もありますね、1話はそうですね、罵声をガーッと言うと、あそうだよ、ね、2話はちょっとあのあローストビーフを切りながら、 そ、ね、その包丁が怖く見える、ね、ただ結構ね、中井貴一さんから、うんうん、バックハグしたりと結構な、そうそう、ね、怖いな、なんか体当たり演技いっぱいでいいですよね、山口さやかなんて最初喋れない子だったのよ、あの若者のすべてで、そう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 、萩原正人の妹役から、そっから出てきたので、もう今あんなになっちゃった、最初がその役だからだよ、きっと反動で、いわゆるメンヘラ役多いですよね、多いよ、うん、あとさ言いたいのはさ、あの監督良くないですか、岡部隆史さん、あ監督さん、うん、あのスタートとか言ってる人、あ、こんと中の、ああ大根仁さんじゃなくてね、そう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 、中の方ね、ごちゃごちゃになるわ、すごいいいなと思って、結構あの人 CM とか出てるしさ、あそっかそっか、あの人確か東京乾電池かなんか、ああ地形なんですね、もっとね、うんうんうん、すっごいいいと思ったね、なんか、でさあとその辺の下についてるさ人がさ、なんとか勇気くん、あのさよくあの美食探偵でさ、はい、ルシファーやった人、美食探偵で、はい、吐いたりとかさ、あそうそうそう、ね、あの人、あの人さ注目でも書いてました、書いてました、あの人いくつだと26ぐらいじゃないですか、俺もっと30いくつかと思ってた、ああ、だから24って書いてあったからびっくりした、なんかすごいねできる人って、あのああそうなんですよね、今回その私がの方で森永悠希さんって助監督の役で、ああそうそう、今回全体的ないつもこう脇役っていうか失礼ですけど、あああの見つけるじゃないですか、ああ今回でも完全森永悠希さんに目がいってますね、あああの小島東子さんっていうの、藤子、藤子さん、篠木役、まあ言っちゃったか、ね、言っちゃったか俺も今ね心で、うん、これはどうしよう、いつ言おうって思ってたんだけど、あれあの子は、はい、私の一番大好きなドラマひよっこで出てるんです、そう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 、あの一番さ優等生みたいな子、うんうん、はい、そうでした、そうそうそう、だからあの子もさ あれかあれもできるし、今回もできる、うん、今回のはすごいですよね、もう振り切った役ですよね、先輩に立てつくとこすごいよ、うん、あーとか言ってた、なんかね、うんうんうん、いやあれもよかったし、ねね、泣いたり叫んだり、そうですね、そうなんです、そうやって出てんのやんなんじゃ、でもコミカルな演技なんですよね、そのね、山口さやかさんの泣き叫ぶとはまた別のね、全然違った感じですよね、かっこいい、あれは出てる、やばい、もう言うことが山本なので続きは、ああいう AP さん本当にいそうですよね、テレビ局にあんなにでやっちゃっているのかな、なんかでも喋り方とかも完全にそのスタッフさんですよね、発声からでもちょっと綺麗すぎる、まあそうですね、美人すぎるは思う、本当に思う、それは、いや続きは、はい、萌子チャンネルの方で、はい、まだまだね、まだまだ役者いっぱいいるんでちょっと話したいです、はい、それではまた、はい、萌子でした。